イースタンリーグ、巨人0の1セーブ、週7日、ジャイアンツ球場巨人の2年目左腕、大江龍聖投手、19、が、イースタンリーグの開幕投手を務め、7回5安打1失点と責務を果たした。毎回走者を背負う苦しい展開となったが、最速145キロの直球で7三振を奪うなど、医療所でこらえた。1点ビハインドの6回1死2塁のピンチでは西武の4番戸川を空振り、5番マナトを見逃しと、いずれも直球で連続三振。マナトには2回に直球を左翼席へ運ばれていたが、これ以上離されたらダメだと思い、全力で投げた。今日の試合の中で、一番自信のあるボールで行こうと思った、と内角を強気に攻め込んだ。93球でマウンドを降り、開幕投手ということで初回はずっと緊張していた。バックのプレーにも助けられて、なんとか粘ることができた、と振り返り、負けたことが悔しい。一軍で投げることが目標なので、二軍では結果が全てだと思って、勝てる投球をしていきたい、と自らを奮い立たせた。開幕投手に大江を抜擢した河合正弘二軍監督、53、は、開幕投手として十分に投げたと思う。堂々としていたし、打たれた後も攻めの投球をしていた。ゲームを作るセンスがあるし、これからもっと良くなっていくと思う、と将来性を評価した。